現在5連敗中のビッグカイト相模原にもかかわらず、この一戦に勝利すれば J2 昇格への望みをつなぎます。組み合わせの妙とはいえ、強運の持ち主ビッグカイト相模原、果たして勝利の女神は微笑むのか。行くぞ、はい、児童がいないからだ。何やってんだお前は！置物か！ビビりすぎてクソ漏らしてんじゃねえだろうな、こら！森さん。何？知ってますよね。何を？昇格したら僕らがクビになること。なんならみんな知ってるんじゃないですか。だから負けようとしてます。それは違う。じゃあ何ですか。相手が強すぎる。違う。僕ら何のためにスパイク磨いてるんですか。何のために試合のポスター貼ってビラ撒いてるんですか。体がうまく動かない。あんまり集中できてない。僕らのせいですか。他に何があんだよ。ふざけないでくださいよ。ふざけてねえよ森。真剣に考えてるからわけわかんなくなってんだろ。なんで僕らはここにいるんですか。スパイク磨くのなんてね、誰だってできるんですよ。でも僕たちはサッカーをすることができません。
皆さんにしかできないことなんですよ。みんなの分かってるよ。分かってないから言ってるんですよ。僕ら負けるためにここにいるんですか。負けてくれたらいいと思って今ここにこうしていると思ってるんですか。負けてよ。みんなで負けようよ。上になんか上がらなくていいからさ、この試合負けてよ。いいじゃん、みんなで負けて昇格逃して、サポーターの気持ちも私たちの気持ちも全部無駄にしてさ、仲良く玉蹴りしてりゃいいじゃん。ダッサいチームになっちゃったね。何にも考えず思いっきりプレーすりゃいいじゃないですか。サッカー以外のことは全部僕らがしますから、サッカーだけしてくださいよ。それで勝ってくださいよ。そうじゃないと僕らがここにいる意味がない。ここはラーメン激戦区、自慢は相模湖昼ヶ岳、何にもないけど住みやすい We love 相模原。新宿電車で40分、町田じゃないぞ相模だぞ、相撲と呼ぶなよ相模だぞ、 We love 相模原。俺様ヤマケンさ、ゴールをこじ開けろ、モリモリチャラいけど走るぜどこまでも、我らビッグファイト勝利へ羽ばたこう、我らビッグファイト明日へ向かって突き進め、足行くぞ。やりすぎましたかね。次はあんた一人でやってよ。そもそも頼んでないですよ。素直じゃないな。よし、行っか。
山形だ。はい。ビッグビッグサイト。ハーツク。ビッグビッグサイト。ハーツク。なんであんたが熊次郎持ってんのよ。連敗戦の声出すぎるな。大したサイト。お願いします。よく来たね。原選手に代わり背番号11番山形選手が入ります。あいつ、いつからお父さんって呼ばれるようになったんだ。俺に合わせろ。これからどうすんの？鬼塚さんは？考え中。困りましたね。困ったね。
パイク磨くの楽しい？スパイクってね、面白いんですよ。皮の傷み具合、底の減り方、泥のつき方、あと紐のへたり方、どれも全部違うんですよ。選手と同じでね。私にもできるかな？無理だと思いますよ。誰にもできるって言ったじゃない。そんなわけないじゃないですか。触りだけでいいから教えてよ。まずスパイクに触れるようになるまで2年。はあ、話が違う。じゃあそれまで僕の下で修行します。絶対嫌。じゃあ行くね。あー、ボールの片付けもよろしく。え、手伝ってくんないですか？当たり前じゃない。私は候補、あんたはホペイロでしょ。じゃあね。